いどうも、ちょい、どうだって、大丈夫か。はい、はいどうも、楽しいおいしいご飯の時間ですよ。今日ですね、16穀米ネギネギ納豆、ネギの、こう楽しみだろこれ。ネギとわかめの味噌汁、ふも入ってます。目玉焼き、マルシンハンバーグ、マルシンハンバーグお久しぶりです。マルシンハンバーグお久しぶりです。トマト、野菜、タチ、いただきます。味噌汁からいこう。味噌汁からです。です、です、あ、いい香り。あ、さあ、しまった。いや、今日もいいや、今日はいいや。豆腐食べようと思ったんだけど、いい、忘れたからいい。うん、うん、うん、あ、最高。うん、おいしい。うん、ああ、素晴らしいね。ああ、ささ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 さ、ああ、ちょっと、ああ、味噌汁いいな、味噌汁いい。あっついた、あっちち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 、あっちちちちちち。どんどん飲んじゃう。味噌汁が美味しい。もちろん煮干しもそのまま入って、あー熱い、熱い煮干しもそのまま入ってます。うん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 、野菜軍団も美味しいよ。野菜軍団も美味しい。うん、うん、ああ、今日のもまさに健康食でしょ。うん、うん、いや、トマトってご飯か。こっちでしたね、こっちよ。いや、また味噌汁飲みたいわ。また味噌汁飲みたい。あ、扇風機の風が来てるからだいぶ冷めてきた。うん、やっぱネギ合うな。ネギの味噌汁やっぱ美味しいね。ああ、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 暑いわやっぱ。ああ、大好きなマルシンハンバーグ。マルシンハンバーグはチーズも美味しかったです。美味しかったですけど、やっぱ普通の美味しい。うん、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 最高よ、最高。まさにこれでいいんです。ですよ、これでいいんです。本当にその通り。もちろんね、このお店のハンバーグとかちょっと高級なこう売ってるやつでも挟めない、高級なハンバーグとかね、粗挽き感があったりとかして、あれももちろん美味しい。
たまげるわな。初めて あんなハンバーグ食べた日や。こういうもんだとばかり思ってたら。でもさ、やっぱ美味しいのよ、こういうハンバーグが。今日の君来い。今日の君来いよ。毎日こうやってさ、一人で喋りながらご飯食べてると、心の中で喋ってる声なのか、実際に声出して喋ってる声なのか分からなくなる時があるんですよ。今喋ってたっけっていうのが、そういう時がある。お、歩が出てきたよって2回ぐらい言ったんですよ。でもそれを声出したか出してないかもう分からなくなってる。もう今まさにですよ。今声出してました？分からん。ちょいちょいやるの、出さないようにして心の中で思ってるつもりが話してたり、やばいわな。それやばいわな。よくないわな、そりゃ。まあ納豆合いますか？お米は残します。ちょうどこんぐらいです。あー、ほんとおいしいよ、これも。あー、おいしい。あー、みょうが納豆もおいしいけどね。ネギ納豆も、まあネギ当たり前か、普通か。砂糖入れる地域もあるんですよね、納豆に。なんだっけ、粘り気が、粘りが強く出るんでしたっけ、砂糖の。ちょっとあの詳しい内容は忘れましたけど、砂糖入れて食べる地域があるっちゅうのは何回見たことある。なんだっけ、県民省かな。あ、県民省もいい番組だね、あれね。ただあれは本当難しいよ、僕なんかは。鹿児島県民ですけど、鹿児島文化全く違うからな。鹿児島の話全然できない。じゃあ沖縄かっつったら沖縄県じゃないわね。それ難しいとこですよ。中途半端、中途半端。そうなんです。最高。ああ、素晴らしいよ。素晴らしい。納豆を初めて食べた時から好きでしたよ、僕は。嫌いだった思い出はないね。嫌いだった思い出はない。木島の初納豆が何歳の時かって覚えてないですけど、ベベサベどこ行ったらいない。落ちてなかったのか。落ちたよね。お父さんが。嫌いだったっていう記憶がないよ。嫌いだったっていう、リエさんが嫌いだったような気がするな。小学生、小中高同級生の同じ高校の、あれ、リエさんは納豆が嫌いだったような気がするんだ。今急に思い出したわ。給食の時納豆嫌いだったような気がするんだ。確かだよ、確か。分からん、何言ってるわ、シャルキッズ。
私は昔から納豆好きだったよって言われるかもしれないですけど、なんとなくそんな気がする。なんとなく。うんうんうん。いや、同級生でも毎日みんなの顔を思い出すわけじゃないじゃないですか。久しぶりに家のこと思い出した。元気かね。まあ元気でしょ。何も聞かないから見せたか。口を拭いてからね、味噌汁納豆ちょっと残ってますけどね、それもまあちょうどいいですよ。あーほら、煮干しと納豆の旨味エキスが混ざって、いや素晴らしかった。当たった。体健やかじゃダブル飲み、あれティッシュなくなった。早いんだペースが。体健やかじゃダブル飲み、今隙がなかった。腰が。ネギ納豆、ネギわかめ味噌汁、マルシンハンバーグ、目玉焼き、トマト、葉っぱたち、あパプリカも入ってる。で16個目、今日もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。以上、カンボジアの。